はい。どうも、瀬田教授です。今回はですね、自分の病気について話そうと思います。まあ、他途直に言うと、まあ、配信でもちょっと今話したんですけど、パニック障害っていう、はい。まあ、病気というか、のがあります。なんでそんな、精神病って言ってるのかな。そんなん、気合で治せやってね、思われる方も多いと思います。僕もね、そう思ってました、ずっと。まあ、うつとかね。あとは、なんだろう。まあ、なんかいろいろありますけど。そんな気合が足りんだけやろっていうね、感じで。何がパニック障害やと。まあ、パニック障害ってのはなんか緊張すると、こう、パニックになっちゃうみたいな。いや、そんなん、深呼吸して治せやみたいな。感じの方ね、多いと思います。わかります！もうめちゃくちゃ気持ち悪い。僕もそっち側の人間だったんで、その精神的に参ってるなんて、そんな気合が足りんだけやろみたいな。いや、私だって頑張ってんだよ、みたいな。お前はそんな言い訳にしてんじゃねえみたいな、ね。そんな感じだったんですけど。はい。まあ、今日ちょっと、まあ、どういう経緯でなったのかっていうと、ちょっと今日、アマンガスのね、議論中にちょっと喋れなくなっちゃって。はい。なんか、ま、予兆みたいなのはあったんですけど、ちょっと完全に喋れなくなっちゃって、なんか僕がこう説明して説得して、で、まあ、聞き入れてもらえなくて、なんかもう拗ねて喋んなくなったみたいな。感じの、流れになっちゃって。で、その後もね、霊界で、まあ僕は追放されたんですけど、その後の霊界で、こう、フォローをね、していただいたんですけど、それにすらも、こう、何も返事をしないみたいな感じ。まあ、頭の中ではなんか言わなきゃ、みたいな感じで分かってるんですけど、それちょっと言いなくなって、みたいなことが、まあありました。はい。で、なんだろうな。まあ、実際なんか、パニック障害って言ってもなんかいろいろあるんですけど、なんか、まあ、わかりやすいところで言うと、告白するときとかさ、めっちゃさ、こうドキドキするじゃないですか。ドキドキってね。皆さんはね、告白ね、もう今まで何百回かやしたことあると思いますけど、その告白ね、するときめっちゃドキドキになるじゃないですか。で、なんか頭がこう、ちょっと白くなって、こう血の気がさーって引くみたいな。とか、あとはなんか全校集会とかでさ、みんなの前でなんか話さなきゃいけないとか、いう時とかもうなんかもう倒れそうなぐらい緊張するみたいな。受験のね、合格発表の日とか、なんかそういうなんか経験あると思うんですけど、それが、まあ僕の場合ですけど、僕の場合はそれがもう日常で起きるみたいな感じですね。まさに今日のアマンガスでもう、本当に人生を決める、その、プロポーズするみたいな、なんかそれぐらいのドキ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 みたいになって、もうなんかもう頭真っ白になって、血の毛引いてみたいなのが、ちょっとアマンガス中に起こったって感じでしたね。なんじゃそりゃみたいなね、感じだと思うんですけど。なんかちょっと例えとしてはね、あまり良くないかもしれないんですけど、まあ腕になんか怪我をしたみたいなのと、なんか、まあ一緒と言っていいのかわかんないですけど、腕に、例えば、怪我するじゃないですか。で、気合で治せって言われても、そんな無理じゃないですか、そんな。気合でどうにかしろとか、その我慢しろとか言われても、いや、痛いもんは痛いじゃないですか。で、自分でコントロールできるもんじゃないじゃないですか。で、右手が、怪我してるから、右手が使えないみたいな。だから、どうしようもないみたいな。なんか、それになんか近くて、なんか、自分じゃコントロールできないんですよ。そう。だから、緊張なんて、じゃあ深呼吸すればいいじゃんとか、気持ちを落ち着ければいいじゃんって、以前の僕も多分そう思ってたと思うんですけど、本当になんか、急にもうとんでもないように緊張するみたいな。身近なところで言うと、美容院にさ、予約するときってさ、すごい緊張するじゃないですか。電話予約するとかさ、なんか誰だ、どこどこに電話しなきゃいけないとかさ、すごい緊張するみたいな場面あると思うんですよ。それの時にもう頭が真っ白になるみたいな。その時にもう本当に人生を決める何かをする時ぐらい緊張するみたいな。そういう感じですね、僕はね。そう。だからそれをね、もうコントロールできないんですよ。どうしても。そう。で、まあもうね、言っちゃったんで、まあちょっとあんまりね、その理解がね、選れないというかさ、お前なんか頭おかしいから精神病院行きやん、ははみたいなとかさ。あとは、それこそね、精神病院なんて行ったらもう終わりみたいなとかよく聞くと思うんですよ。僕もそう思ってたし、実際言われたし、なんか行ったら終わりとか、なんかそんな、
ね、精神病院行ったらそうやって診断されるだけだから、みたいなとか、そういうのね、あると思うんですけど、実際僕もそう思ってたし、まあ、実際言われましたし、ってことがあったんですけど、そう。って感じなんでね、なかなかその辺もあるし、なんか、あいつは精神病で頭おかしいからみたいな感じで、まあ、多分今後言われると思うんですけど、なんかそういうのとかも避けられないし、まあ、あとはなんかこう、過剰に、心配してくださる方とかがいらっしゃって、もう何しても、何やってても大丈夫みたいになっちゃったりとか、まあなんかあんまりまあ、いい方向に運ばないことも多いと思うので、言うか迷ったんですけど、まあちょっと今日はちょっと、それでしかそう説明がつかないっていうことになりまして、はい。で過去ね、アマンガスでは、今日含めて3回ありましたね。はい、実は。弁当芸をかまして何も反論できずになんか黙っちゃってみたいな感じで、その時はなんか笑いを我慢してたって、なんとかギリギリごまかしてたんですけど、その時も実際なって、言葉が出なくて、なんか、ろれつが回らないみたいな感じで、でしたね。はい。まあ、ろれつ回んなくなるかも、完全に黙っちゃうかみたいな感じですけど。2回それがありましたね。弁当芸かまして、みたいな。まあ、ですね。まあ、一応、なんか、アマンガスの配信始める前に、なんか、まあ、最近はちょっと少なくなったんで、大丈夫だったんですけど、なんか、弁当芸かまして頭真っ白になっちゃう時があると思うんで、その時はなんかこう、いじってもらえると助かりますみたいな、実はなんか、まあ、その病気のこととかはちょっと言わなかったんですけど、そういうことがあるというのは、実は参加者の方に伝えてて、まあ、それを、ま、過去ね、見た方はわかると思うんですけど、それを実践して、笑いこらえてんじゃないな、みたいな感じでこう、いじってくださった人とかも、ね、いらっしゃった。したんですけど、まあ、そういう経緯がありますね。はい。って感じで。あとは、まあ、実際、なんか、日常生活で困ることというか、ああ、僕って病気なんだって、ごめんなさい、病気で定義、ちょっと細かい定義とか、ちょっと、ごめんなさい、あれですけど、まあ、僕の、その、まあ、感想というか、思ったことを率直に言うんですけど、僕が、病気なんだな、本当にって思った、なんか出来事があって、セブンイレブンの、コーヒーゼリーが当たったんですよ。セブンの700円ごとにさ、当たるくじあるじゃないですか。あれ当たって、コーヒーゼリー食べたら、なんか、僕の場合のパニック障害は、なんか、血の気が引いて、なんか、動けなくなるみたいな感じなんですよ。もうまさになんか、告白して振られた時みたいな。まあ皆さんはね、経験ないかもしれないですけど、まあ実は僕はね、あるんですけど、なんか、これ、夢だろ？おい、夢に決まってる？みたいな、なんか、カイジのグニャーみたいな感じの、そう。でもあって、まあ、そのコーヒーゼリーを食べた時になって、へって思って。で、調べたんですよ。なんか異常だと思って。で、実際僕はもうその時パニック障害だってことしてたので、もしかしてと思ってパニック障害、コーヒーで調べたら、なんかカフェインを取ると、そういう症状が出る人がいますって書いてて、あ、そうなんだと思って、そう。いろいろ繋がったりするんですよね。そう。あと、まあ、お酒飲むのみたいなよく聞かれて、なんかあんま飲まないようにしてるとかいうのは、まあ、それもあって、カフェインと、アルコール、まあ、非行の人によるんですけど、を取ると発作が起きるみたいな。もう僕はそのタイプなので、そう、もう当分の、飲めないし、なんか、まあまあ、もともと好きじゃないっていうのもありますけどね、好きじゃないか飲んでないっていうふうに言ってますけど、そう。まあなんか最悪なんか飲まなきゃいけないみたいな時になったら、なんかドクターストップかけられてますみたいな。まあ嘘ではないからね、うん、みたいな感じで言うようにしてますけど、まあですね、はい。で、あとは、なんか、配信中ね、多分同業者の方って言うとね、あれですけど、気づいてた、なんか、同じパニック障害の人とか気づいてた人もいるか、まあ、もしくは精神的な、その、薬とか飲んでる方とか気づいてたかもしれないですけど、僕めちゃくちゃあくびをしてたんですよ。眠くもないのに。で、眠いの？みたいな聞かれる時もあったんですけど、結構ね、あるあるなんですけど、その精神的な落ち着かせって、なんか、その、興奮とかをもう無理やり引き下げるから、眠くなるんですよね。そう、だからめちゃくちゃあくびするし、あと、ため息もつきますね、結構ね。はぁ。はぁ。これだね。はぁ。これはね、
大体精神的な何かを抱えた人のため息っていう特有の同業者に分かるというねため息なんですけど、うん、とかもね、まあ、あったりして、うん、もともとはね緊張にはめちゃくちゃ強い方で、そのなんか中学校高校とか本当に全校生徒の前でなんか催し物をするとか、なんか演説するとか説明するとか、なんかの代表で出るとかめっちゃやってて、そういうのとかめちゃくちゃ強いし、もう緊張に緊張に強いぐらいしかトリがないみたいな感じで、メンタルも本当にめちゃくちゃ強かったし、もうメンタルと緊張に強いのだけが僕の取り柄だったんですけど、そう。そういう人こそなん、そういう人にが結構なりやすかったりとか、なんかするらしいです。その、メンタル強い人こそなんか一気に崩れるみたいなとかね、あるらしいですけど。本当になんか、多分過去の僕になんか今実は、先端恐怖症パニック障害なんだよって言ったら、嘘つけ！つって、そんな消え直せって絶対言われてると思うんですけど、そんな感じで、急に来るんですよね。何分くらい話した？ 10 分くらい話したのか。まあ、全部話しておきますね。なんか、誤解とかもあると思うんでね。で、まあ、きっかけは、なんかまあ、おそらくなんですけど、まあ、大学受験の時になりまして。で、まあ、その試験中に、なんか、頭が、こう、真っ白になっちゃって。で、それで、気づいたら残り5分みたいな。感じだったんですよ。大事な受験でね。その、まあ、センター試験って、今は、なんて言うんだっけ、共通試験だっけ、なんか忘れましたけど、センター試験の時にそれなって、やべえってなって、でも、ね、って感じで、まあ、それがトラウマになって、みたいな感じじゃないかと、個人的には思ってるんですけど、で、まあ、実際受診するかってね、これは異常だなってなったのが、まあ、ちょっと、もう配信でも話したんでいいんですけど、なんかみんな、小テストみたいなのが毎回あったんですよ。まあ、もうちょい具体的に言うと、第二外国語、中国語を選んでたんですけど、それで、もう本当に簡単な小テストみたいな、もう誰でも答えれる、もうみんな満点取るようなテストで、自分だけ1点、2点みたいな。他の人は10点満点取るじゃない、1点か2点、2点みたいな。めっちゃ勉強していってるのに。その試験中になんか分かんなくなっちゃうみたいな感じだったりとか、あとなんか400人ぐらい同じ授業を取ってる授業で、僕だけ、単位を落とすみたいな。なんか、10点とかで。他の人はもう90点とか100点とか取ってんのに、自分だけみたいな。それちょっと異常だなと思って、それで、まあ、相談したみたいなのが最初でしたね。そう。っていうぐらい、なんか、まあ、それ聞くだけなんかさ、もう異常さわかるでしょ？なんか、自分じゃどうこうできないんですよね。メンタルの強さとか気合とか、そういうものじゃなんかどうにでもならないみたいな、そう感じなんですよね。そう、って感じですね。はい。あと何喋ったっけ？まあ、そうですね。はい。で、まあ、たまにね、まあ、ふわふわしてるみたいな時とかも、まあちょっとなんか、パニック症が出ちゃわないかどうなのかみたいな、とかもまあ、常日頃からあるんですけど、まあでも、明らかにもう、続行不可能だな、みたいなレベルまで達したのは、その過去2回のベントゲーで黙っちゃった時と、今回の今日のね、急に議論中に話振られても黙っちゃうみたいな。のは、まあ、その三つかなって感じなんで、はい。って感じでしたね。まあ、あと、ろれつがちょっと回らなくなるみたいな。ね、人狼殺っていうゲームをね、やってたんですけど、その時にめちゃくちゃ出てて、実は、パニック障害が。本当に大変だったんですよ。まあ、漫画数はまだなんか人狼要素が少ないから、っていうのと、あとまあ、普通に落ち着いてきたっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ大変でしたね。もう、できればやりたくないなーっていうレベルまで達していましたね。はい。って感じ、すごい大変でしたね。うん。って感じで、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、
結構ね、その配信とかで、じゃあ今後なんかこういうコメントやめてほしいコメントあるとか聞かれたんですけど、まあ、特になんかそういうコメントをされたらパニックが起きちゃうとか、そういうコメントやめてほしいみたいなのは基本的にはないっす。うん。ただなんか、多分、わからないと思うから、なんかこう心配になっちゃう人とかも多いと思うんですよ。あ、今これって発作起きてんの？とか、これってパニック障害のなんか症状なのかなみたいな感じでこう不安になっちゃう人もいると思うんですけど、それをこう、もうなんか、まああんまりなんかまあ一旦これはこれとしてなんか受け取ってなんかそういうコメントとかに出さないでほしいぐらいかな、しいというなら。とかなんかあんま心配、ママコメントっていう風に言ったんですけど、心配心配みたいな。体調悪いんじゃない？大丈夫？みたいな。なんかそういうなんか、まあ、自己管理は、まあ、できるんで、基本的には。そう。他の人に言われて、じゃあ、配信やめようかとはならないので。はい。本当にやばいなと思ったら、言いますので。はい。心配込めとかで埋まっちゃうと、こう、なんか余計、悪化というか、なんか、それに焦っちゃったりもする可能性もあるので。はい。それだけかなって感じですね。うん。まあ、特にはなんか今まで通り普通に接してもらって、あとは、なんか変になんかパニック障害についてなんかこうね、コメント欄でどうこうどうこうとかいう流れもちょっと地獄だなと思うので、まあ、一旦忘れてもらったらというふうには思ってますね。はい。で、あとはなんか体調が悪くなるとかではないんですよ。なんか本当になんか動けなくなるとか喋れなくなるみたいな。なんかぶっ倒れるとかまでは、多分究極系は本当になんかぶっ倒れるなんですけど、そこまでではないので、はい。なんか、ね、横になった方がいいとか、そういうこともないので、時間経過で落ち着くたりとか、喋ったら落ち着いたりとかするので、はい。なんでそこは、そんな感じで受け取ってもらえればと。まあ難しいとは思いますけど、はい。まあちょっといつかは、なんかあんまり言いたくなかったんですけどね、できる限り。こう、偏見とかもあるだろうし、って感じだったんですけど、まあ、ちょっと今日言わざるを得ないな、という感じで。まあ、言うと理解得られるかなっていう部分もあったんで、ちょっと言わせてもらったんですけど。はい、そんな感じですね。なんで、あとそのママコメントと、お母さんコメントね。お母さんコメントと、あとなんか、先端恐怖症なんか、パニック障害らしいけど、あなたはどう思いますかみたいな、こう他の配信で言うとか、なんかそういうのとか、ちょっとやめてもらえると。まあ、ここはここでもう、うちはうち、よそはよそ、みたいな感じで、ここの、この今撮って動画の中だけにちょっと押さえてもらえると。で、それをなんか、そういうコメントしたらダメなんだよとかも、言わなくていいんですけど、まあ、できれば、この範囲内で押さえてもらえると嬉しいかなと思います。はい。それをなんか見て、ママコメントダメなんだよとか、パニック障害の話しちゃダメなんだよとか、それも言わなくていいので、はい。って感じですね。はい。こんな感じです。結構ね、芸能人の方とか、ね、アイドルの方とか、なってらっしゃる方もね、多いですよね。星野源さんとかもね、言ってらっしゃいましたし、あと、ジャニーズのね、アイドルの方とか、IKKOさんとかも確かね、パニック障害っておっしゃってましたよね。まあ、結構ね、なんかそういう緊張、極度の緊張にさらされる人、さらされた経験がある人とかが結構なりやすいのかな、ちょっとわかんないですけど。はい、って感じですね。なんでまあ、まあ、そうですね。まあ、だから何なんだって話ですけど。じゃあそういうことがありますよっていうのを、まあ、誤解がないように動画として残しておこうと思って、はい。申しました。って感じですね。まあ、今後ともね、まあ、こんな自分ですけどね、また、今後ともね、お付き合いいただけると幸いです。はい。感じですかね。はい。こんな感じですかね。まあ、活動をこれから減らすとか、なんか、配信を少なくするとか、そういうのは全然ないので。はい。まあでもこれで気楽になんか同村者の人になんかこういうことが、起きちゃうかもしれませんよって事前にね、伝えることとかはできると思うんで、それの対応とかはできるかなというふうに思うので、まあ、ちょっとまあ、良かったかもしれないですね、その点ではね。はい。まあ、できる範囲でやっていきますんでね。今度もよろしくお願いします。そんな感じで。はい。僕の病気のパニック障害の話でした。まあ、はい、そうですね。はい。まあ、同じね、病気の方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ、程度はね、結構違ったりとか、
症状が違ったりとかするんで、一概に僕の症状を当てはめることとかできなかったりするんですけど、僕はこんな感じですね。はい。なんで他のね、そういうパニック障害の方とか言ったら、なんかこう、それってこうなるんでしょうとか言ったら違ったりとかもすると思うので、そこはちょっとお気をつけください。こんな感じですかね。はい。じゃあ今後ともね、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。あー、ミス。もう一回。あー、これ、いいですね。まあ、これからもね、末永くよろしくお願いします。